衝撃の事実。BTS 解散に関する真相が明かされた。最近、BTS に関する様々な噂が飛び交っていますが、今回は驚くべき事実が明かされました。なんと、BTS が解散することになったというのです。衝撃的なニュースですが、その真相は一体何なのでしょうか。先日、BTS の所属事務所である、ビッグ・ヒット・エンターテイメントから、突然の発表がありました。BTS は、今月末をもって解散することになりましたという内容でした。この発表を受け、世界中の ARMY たちは、ショックを受け、口々にコメントを寄せました。しかし、その後、事態は一変します。ビッグ・ヒット・エンターテイメントから、正式なコメントが出されたのです。BTS は解散しません。私たちからの発表は誤報でしたという内容でした。このコメントが出された後、ARMY たちは、一気に安心したとともに、混乱していました。なぜ、ビッグ、ヒット、エンターテイメントは、こうした誤報を発表してしまったのでしょうか。実は、これは、ある企業のが関係していたというのです。この企業は、BTS の人気を妬み、ファンたちの心を混乱させようとしたのでした。実際に、この企業は、BTS のメンバーを誘拐し、事務所側に身代金を要求するという、恐ろしい事件も起きました。しかし、事務所側は、徹底した対応をし、メンバーたちは無事に保護されたのです。今回の誤報は、この企業が、ビッグ・ヒット・エンターテイメントに対して送り、つけたものだったのです。しかし、事務所は冷静に対応し、ファンたちを安心させるために、正式なコメントを出し、たのです。最初は解散発表をしたけれど、実は、それは、嘘であったことが発覚し、ファンたちは感動に包まれました。BTS は、今後も、世界中の ARMY たちを魅了し続けることができます。今回のような噂が出ても、これからも応援し続けましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。